メグロレン、トリリオンゲーム第6話5.0%ゴップロ社長を退陣に追い込もうとするハルとケトイン。スノーマンメグロレン、26が主演を務める TBS 系連続ドラマ、トリリオンゲーム金曜午後10時、第6話が18日、放送され、平均世帯視聴率、関東地区が5.0%だったことが21日、ビデオリサーチの長辺で分かった。 平均個人視聴率は2.9%だった。同作は、世界一のわがまま団の春と、器用なパソコンをクのがくという正反対の二人が、ゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようとなり上がる前代未聞のノンストップエンターテインメント。メグロはレンドラ単独初主演で、佐野 25とタッグを組む。第6話ではついに天才クリエイターの佐島、鈴木浩介がトリリオンゲーム社にやってくる。しかし、金儲け主義の佐島とハートを大ごとにする桜、原吉高は意見が噛み合わない。各佐野隼人は間に入って苦労しながらも、佐島の何気ない一言が気になっていた。一方、春、目黒蓮、時計動員。 吉川孝二は、ゴップロの社長出審、塚本隆を退陣に追い込むため、株主たちの委任状集めに奔走。鍵を握る所属俳優の氷室曽田良介にも密かに接触を試みる。そして、ゴップロの株主総会当日、事件が起こる。